遺留分、遺留分割合、配偶者または子が相続人の場合、非相続人の財産の1/2、直系存続のみが相続人の場合、非相続人の財産の1/3、遺留分割合、配偶者または子が相続人の場合、非相続人の財産の1/2、直系存続のみが相続人の場合、非相続人の財産の1/3。